ジャンベでございます。これも、花本に負けず劣らずよく見かけるパーカッションなんですけれどもね。基本的な奏法ですね。ね、ベーストーン。ね、オープン。ね、スラップ。ね、オープンスラップ。そして、こういうクローズスラップ。それから、こういうミュートをしながら打つね。クラッシュ。こういうものを、使いながら、まあ、リズムを作っていくわけですけれども、やっぱりより、なんていうんですか、こう、民族的な、なんていうんですか、こう、独特の、こう、鉛感というかですね、があるという。はい。まあ、これ、紐で、なんていうんですか、こう、チューニング。音のピッチの高さをね、革の張り具合を、まあ、決めるタイプが、紐でできてるものと、僕は紐の方がすごく好きなんですけれども、まあ、いろんなメーカーからジャンベは出ておりますので、まあ、こう、チューニングボルトで、こうね、革を締めるタイプとか、あと、まあ、レンチで、こう、革を締めるタイプとか、まあ、いろんなものが出てます。ですので、それはまあ、自分のね、使いたい、ものに応じて、あと、大きさもいろいろありますから、これはね、ちょっと大きいです。で、首からかけて、演奏するタイプのものも多いんですね。だから打楽器だけで音楽を楽しもうなんつって、よく何人もね、ジャンベ持って集まって、公演とかでやってる人見かけることがありますけれども、そういう人たちは大体ね、首からかけて、こう、股のところに挟んで、こう、バーって演奏してるんですけれども、僕はどうしても歌物の音楽とかですね、そういうセッションで使用することが多いので、花本に座りながら、他のね、パーカッションにも行けるようにこういうスタンドにねつけて、そしてちょっと音が低い、ジャンベを使ってます。音が高い場合はもっとこうパインパインパインと甲高い音がしますけれども、これも結構ね低いところと高いところが、しっかり出るジャンベなので結構気に入って使ってますね。はい、基本的な、演奏方法ですね。これは、まあ、16分音符を基準に考えておいてほしいんですが、ベーストーンが非常に重要になります。ベーストーンをしっかり出さないと、リズムがこう作りづらいというか。ですので、ベーストーンがあって、オープンがあって、スラップがある。まずこの3つから練習するのがいいと思います。最初がアクセントのつもりでベーストーン出してあげてください。最初がベーストーンでオープンで、まあ、音符の間をつなぎながらまた右手の次の、作った2拍目のアクセント、それから4拍目とかですね、スラップを入れてあげる、ね、1拍2拍3拍4拍とかですね、それとはまた別にアクセントの紹介っていうのもしてまして、そっちの方も確認してほしいんですが、この2つアクセントを使うとですね、よりジャンベらしいプレイになるという。で、アクセントが2つずつ入ってるのお分かりになりますかね。ちょっとリズム分かりやすくなるように四分音符をちょっと出しますね。4つ目と1つ目がですね、1、2、3、4、1、2、3、4、1みたいに手順がなってるんですけども、ちょっとこれ一緒にやってみましょうかね。せーの。ちょっと手が痛いバカ所ですが、頑張って練習しましょう。